半年後ですけども、こうやって今度は ZEP で、ライブハウスの聖地 ZEP でですね、ちゃんとしたライブ対バンという、スタンディングで、お客さんに見てもらえるというのは本当に、嬉しく思っております。前作よりパワーアップした、個々のバンドの、個性をですね、楽しんでほしいなと思っております。ありがとうございました。対バンなので、全力で勝ちに行こうと思ってますので、お客さんもカラーもいろいろ違うバンドがいますので、楽しみ方もいろいろあるかなと思っております。全力で楽しんでください。僕らも楽しみ、そうですね、トラクラも、キャストが変わり、去年の5月公演から参加させてもらったんですけど、すごいやっぱ1年前回の5月公演から1年ちょっと経って、団結力が高まったというか、なんかもう家族みたいな存在になってて、なんで修造君もしっかり、カイもしっかり、ビクもしっかりで、個々の技術がすごくパワーアップしているので、そういうところもちょっと注目して見ていただけたらなと思います。アルカリアモクトもですね、昨年のフェスから参加させていただいて、今年もフェスということで、どんどん進化したアルカリがですね、ZEP にいる皆様、家畜、ユミティガツーリスト、シュラライダー、そしてディファンディオームのファンの皆様全員をオーブンアーティファクトにできたらなと思います。楽しんでください。そうですね、人参ライアットは夏のミュージカルにはいないので、これが寂しいやつなので夏のミュージカルにいないから、あ、やっぱ人参いなきゃダメだったねって思ってもらえるように、このミュージカル、このフェスで頑張って、夏のミュージカル僕らが出なかったことを後悔させてやりたいなと思って、このフェス頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、僕も人参さんと同じですごい距離ありました。今回で終わりなので、皆さんも楽しい終わりだよ。終わりじゃないですけど、ちょっと一旦休憩ということで、なので今回も ZEP に来ていただける皆さんを楽しませるように、全力で演奏としてやりたいと思います。よろしくお願いします。前回のフェスは、割とお芝居の部分が多かったんですけども、今回お芝居というか、各バンドの MC が、その芝居パートみたいな感じになってますので、よりその個々のバンドの個性が垣間見える、ライブになっているんじゃないかなというふうに思っております。はい、あと ZEP っていうのがやりたいですね。そうね、 ZEP はやっぱいいね、気持ちがいい。そうですね、前回のトラックローの5月公演が初めてだったんですけど、ステラボールでステラボールでやっぱすごいお客さんの熱気がすごく熱かったんです。今回全員がスタンディングっていうことで、会場も ZEP っていうことで、そうですね、トラクロは修造君しか動ける人がいないので、なんかそこでその3人のつながりというかを強く見せていけたらいいなと思ってて、やっぱお客さんも全力でかかってくると思うので、それも僕らも潰しに行くぐらいの熱さでいけたらいいなと。やっぱり昨年の5月のフェスステラボールより全然大きな会場になって、来てくださるお客さんの数も増えてですね、その広い会場ということで、そのアルカレのすごい壮大な雄大な音楽をさらに感じていただけたらなと思っていて、アルカレもそうですね、バンドの中で動けるのがセレクトリーということで、優雅に動いていきたいと思っています。本当にアルカレは音楽を聴いてもらうっていう感じなので、楽しんでいただけたらなと思います。ZEP からスタートさせていただくということで、それにふさわしいように人参ライトが新しく斬新なパフォーマンスをしたいと思って、いいスパイスになったらなと思います。そうですね、前回とはまた違う、僕は出てないんですけど、また違った暗いよ、なんか言ってやめまくるよ。個性も本当に各バンドごと全然違うので、本当いろいろ楽しめ方がちょっとここそれぞれ違うと思うので、そこも見ていただければなと。あと各バンドの新曲があるので、そこも注目してほしいなと。あと、初めての試みなんですけど、
そのバンド曲、アプリに入っているバンド曲じゃなくて、全体で歌う、この商売ロックのテーマソングみたいな曲も、今回から、できたので、またそれを披露するのも楽しみかな、楽しみだなと、はい、思っております。はい、言った通り、筋肉とあとギリギリのラインで頑張ってるんですよね。まあ、僕もですが、ギリギリのラインを進めてるんで、新顔曲っていうのね、やっぱり、ね、そう、ロック、昭和のね、ヘッドバンもすごいし、いかにこのポロリをしないかっていうのを気をつけて頑張ってます。そこ、はい、ポロリしない。なるほどね。聞いてたもんね、スタッフさんに。うん、大丈夫ですか。 NG ラインの、ポロリの NG ラインだ。ポロリしたら使えへん。そうそうそう、そうなんです。そうやっちゃうよ。僕はですね、まあ、シンガンっていう、そのシンガンクリムゾンズというバンドのチームカラーとしてもなんですけど、まあ、いかに楽しんでるかというか、そのシンガン4人がいかに楽しんで音楽をやってるか、いかに楽しんで MC をやってるかっていうところが、多分お客さんに伝わるんじゃないかと思ってるので、まあ、そこに命かけてるところで、いかにバカをぶち込むかというか。で、ちゃんと怒られてますね。そうですね、はい、僕らが一番怒られてます、はい、やっぱり。ポップアイドルのチームなので、やっぱりその演奏中に一番自分たちが楽しんでることももちろんなんですけど、キラキラして輝いてることっていうのがまずあって、あと陸会の中ではシューズオ君が僕らの中の一番なので、シューズオ君をどれだけ支えれるか。あと今回はそうですね、トラクラの関係性とかがちょっと垣間見えたり、面白い関係値が垣間見えたりもするので、そういうところでもなんか尊敬しつつみたいなところは気をつけようかなって今回は思いました。え、尊敬してないですか？あ、違います。まあまあそうだ。違います、違います。やっぱその1年の付き合いってなると、やっぱりその、まあ、突っ込んだりもあるじゃないですか、なんでそういうところがちょっとトラクラ内で垣間見えるかなっていう。めっちゃ出店ばっかり。普段カバカリって呼んでないです。さっき取り込まれてるよ。呼んでないです。呼んでないです。それはガチやった。それだけど、そのチームバンドの仲良しさもなんか今回すごい面白いく見れるかなって思います。カットしてください。しません。使います。金持ちか。お金持ちって言ってる。金持ちか。金持ちか。金持ちの余裕みたいな。ちょっと言うな。優雅さみたいなのをやっぱりパフォーマンス中でも MC 中でも欠かさないように気をつけていると、やっぱりそのアルカリ4人の関係性みたいなものもすごい大切かなと思って、原作とかだとやっぱりアルカリも途中から登場したバンドなんで、アニメとかで、まあ、そんなに多くはやっぱりないので、そのミュージカルでみんなで話し合って作り上げるというのが大切にしています。リンを成立させること、それ以外はありません。それだけ頑張ってます。以上です。エヴァンジョーブは前回から登場して、まあ、アプリとかにもアニメとかにも出てないアダムとイブルなので、どうやってキャラクター作りをするか、いろいろアダムと考えたりもして、ようやく前回 の, 作品で仕上がったので、またそれを大切に、またアダムを僕は支える側なので、しっかりと今回もアダムを支えたいと思います。このフェス公演が始まって、まあ、2日しかないんですけども、8月、9月にもですね、また本公演ができるということで、この ZEP のライブから、熱い商売ロックの夏が始まるので、ぜひ、ですね、会場に来れない方も、ニコ生の放送もございますし、8月の公演も楽しみに待っててほしいなと思います。はい、本当にライブに来た感を感じてもらえればなと思う。ライブ終わった後にも半袖で回っていただいて、うわー楽しかったって言っていただけたら本当に光栄だなと思ってます。そしてぜひヘドバンをしてみてください。僕たちのこの首もげ具合とかも体感できると思いますので、ぜひ楽しんでください。そうですね、やっぱ今回の、まあ、6月公演がですね、全員スタンディングのライブということで、僕たちもまあ明日が公演になると思うんですけど、お客さんも本当に帰ったら速攻寝るぐらい全力でライブを楽しんでもらえたらなって
ありますし、なんかその中で今日はここのバンド見に来たけど、あ、こっちも良かったな、あっちも良かったなっていろんなバンドが本当にいるので、なんかそこで他のバンドに興味持ったりしてくれたら嬉しいなって思います。バンドの段階から演じている僕たちも本当に楽しくて、他のバンドもずっと見てて頭振ったりコールしたりっていうのがあって、それをやっぱりお客さんたちにはもう本当に燃え尽きるまで楽しんでいただけると思うので、どうやったって最高にしかなれない僕たちを楽しみにしていてください。ナンバーワンを決めなきゃいけないと僕は思うので、でも本編中に決めるところはないので、あのぜひ帰ったら SNS 等でナンバーワンがニンジンライトだったとみんなに書いていただけて、それを家で見たいと思うのでよろしくお願いします。ゲーム中から歌唱指導の方とか、バンド指導の方も毎回絶対 MVP とか1位をバンドごとに決めるんですよ、稽古中で。でやっぱ今日はこっちが良かった、今日はこいつが良かった、今日はこっちが良かったっていう、本当にライバル心もありつつメンバーの中の良さもありつつっていう感じで、本当にいい座組だなと僕は思っておりますね。なのでこの座組を見れるのも本当に今日今回この2日 2days なので、ぜひ足を運びくださいってよろしくお願いします。